マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対阪神タイガース、この一戦をお送りいたします。カープの先発は右のアンダーソン、対するタイガースの先発は左の伊藤、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右のアンダーソン、マウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。まずは1回の表、トップバッターは中野。第1球投げました、ボール。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、ストライク。追い込んでいます。投球これから4球目、打ちました。第5球投げました、ボール。投球はこれから6球目、打った。レフト前進、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番島田。第1球投げた、真ん中に決まった、ストライク。いきなり152キロ。第2球投げた、直球見送ってストライク。軽く追い込んでまいりました。投げた、膝元、ボール。投球これから4球目、アウトコース低め、直球は外れてボール。次は5球目、投げた、縦のカーブ、見逃し三振。左バッターボックスには近本。近本、背番号5。第1球ストライク。第2球投げた、変化球見送ってストライク。第3球一つ外してボール。投げました、ライトスライダー、見逃し三振。アンダーソン上々の立ち上がりを見せています。さあ、追加点のチャンスを迎えました。ツーアウト満塁という場面で田中。第1球投げました、見送ってストライク。第2球投げました、打ちました、ライナー破った、レフトバックホーム。カープさらに1点追加、田中タイムリー。カープなおもチャンスが続いています。先ほどのプレーです。2回の表、2点を追いかけますタイガースの攻撃。この回の先頭バッターは佐藤。第1球打った、ファールボール。第2球2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、流し打ち、どうだ、スタンドに入りました、ファール。第4球を投げました、ボール。第5球投げた、ボール。第6球を投げた、ストレートはボール。第7球を投げた、打ちました、破った。佐藤ナイスバッティングです。右のバッターボックスは5番大山。第1球投げた、スライダーはストライク、タイミング合いません。一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、低めのボール引っ掛けた、ショート前方のフライになりました、掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。まずは一塁牽制、あっと。第1球初球見送ってストライク。投球これから2球目、見送ってボール。第3球アウトコース高め、ボール。投げました、直球ストライク、インローへ。一塁牽制球を送ります、タッチセーフ。追い込んで第5球外角低め、外れてボール。第6球を投げました、これは引っ掛けた、これは内野へのフライだ、取りました。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。背番号00。第1球外れた、ボール。第2球投げました、見送ってボール。
投球は3球目、投げた、決まった、ストライク。投球これから4球目、4球目空振り。第5球投げた、打った、右中間へのフライ、取ってこれで3アウトチェンジ。一塁ランナー佐藤残塁に終わりました。2回の表が終わって2対0です。3回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。この回のトップバッターは長坂。第9球ストレートはストライク、バットが空を切りました。第2球高め、ストレートは外れてボール。第3球を投げた、打ちました、これは内野ゴロ。1塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー伊藤。伊藤背番号27。第9球ボール、投げた、真ん中ストライク。第3球を投げた、縦のカーブボール。さあ4球目、サークルチェンジ決まってストライク。さあ投球は5球目、内角外れてボール。第6球を投げました、打った、ファウルボール。さあ7球目、打ちました、ライト落下点、ライト取りました、これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰って中野、第1打席はレフトフライに倒れています。ストレートはボール。第2球投げました、変化球ストライク、インローへ。第3球を投げました、打ちました、左中間へ持っていきましたが取りました、これで3アウト。アンダーソン三者凡退に抑えています。3回の表が終わって3対0です。カープリードで迎える3回です。先ほどタイムリーを放っている田中、投げました、ボール。投球これから2球目、打った、痛烈な当たり、センター下がった、ヒットになります。バッターランナー1塁、先発決定、2塁へ。田中いいバッティングを見せました。バッターは8番中村。カープ追加点のチャンスを迎えています。投げました、打ちました、初球打ち。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、3球目空振り。追い込んでから第4球をツーシームはボール。次は5球目投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、中村いいバッティング。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは島田。第9球初球空振り、いきなり152キロ。第2球投げた、これもしかし空振り。追い込んで投げた、ボール。第4球を投げました、ボール。投げました、見逃し三振。バッターは3番近本。これが2度目のバッターボックス。第9球ストライク、いきなり152キロ。初球空振りから第2球打ちました、ファール。第3球を投げました、高め外れてボール。第4球を投げました、打った、田中交代、ショート取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番佐藤。今日2度目のバッターボックス。投げました、初球打ち流した、打球はレフトの左へ、ファールボール。第2球外角低め、見送ってストライク。第3球を投げた、打った、グーンと伸びて左に切れていきました、ファール。投げた、アウトロー、外れてボール。投げた、ボール。第6球は打ちました、菊池ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。アンダーソン、ここまできっちり1安打ピッチングが続いています。5回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは大山。第1打席は内野フライに倒れています。投げた、1球目ストレート空振り、いきなり151キロ。第2球投げた、これはちょっと抜けました。第3球を投げました、高めストライク、少し意識しすぎたか。第4球を投げました、サークルチェンジはボール。第5球投げました、ボール。
第6球を投げました。148キロ直球、空振り三振。バッターは6番糸原。第1打席はセカンドフライに倒れています。打ちました。1球目ファールから投げました。打ちました。追い込んでから投げた。打ちました。いい当たり。レフトへ行った。レフトバックしていった。ワンバウンドヒット。バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う。糸原ツーベース。バッターは7番山本。第1打席はライトフライに倒れています。ボール。第2球打ちました。打球は左中間に上がっている。取りました。ランナー2塁に戻ります。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。キャッチャー天坂。第1球投げた。外れた。ボール。第2球投げた。見送ってボール。投球はこれから3球目。3球目空振り。さあ4球目。サークルチェンジャー。ボール。アウトコースへ。第5球投げた。5球目ストライク。第6球を投げた。打ちました。菊池取った。アウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。二塁ランナー糸原残塁に終わりました。5回の表が終わって4対0です。カープリードで迎える5回です。ノーアウトランナー一塁という場面で田中一塁タッチセーフ。第1球投げました。決まってストライク。第2球投げました。見送ってストライク。追い込んで第3球を1球外した。ボール。第4球を投げました。打ったいい当たりだ。ライナー中継。田中ナイスバッティングです。タイガース追う展開で迎える6回です。バッターロハスジュニア。第1球投げました。打った。ファール。第2球投げました。ボール。第3球を投げた。インロー。スライダーは外れてボール。投げた。スライダーはストライク。第5球投げた。打ちました。フラフラっと上がった。ピッチャー掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。第1球投げた。スライダーボール。まずは外角低め。投球これから2球目。ボール。投球はこれから3球目。流し打ち。ファールボール。投げた。打った。フラフラっと上がった。田中下がっていった。落下点に入りました。ショート掴みました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは2番島田。ここまで2三振といいところがありません。第2球投げました。ボール。投げました。ストライク。第4球を投げました。これは引っ掛けた。ファーストの頭上。マクブルーム落下点に入った。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。アンダーソン三者凡退無得点に抑えています。6回の表が終わって4対0です。カープ追加点のチャンスです。ツーアウトランナー三塁という場面で田中。今日は3安打猛打賞。打った流し打ち。レフト前ヒット。カープさらに1点追加。7対0田中タイムリーツーベースヒット。カープなおもチャンスが続いています。右バッターボックスは8番中村。第1球初球を打ちました。レフトへの打球ヒット。二塁ランナーそのままホームへ向かった。カープさらに1点追加。8対0中村タイムリーツーベース。カープなおもゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは近本。今日は三振とショートフライ。縦のカーブボール。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。ストレートはボール。低め。第4球を投げた。ストレート外れた。フォアボール。アンダーソンストレートのフォアボールを与えます。第1球投げた。初球スライダー空振り。タイミング合いません。第2球打った。ライナーだ。これはヒットになります。佐藤いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。
第9投げた縦のカーブボール、まずは外角投球、これから2球目スライダーボール、第3球を投げた外れたボール、第4球を投げた、おっと打ちました、三塁線フェアだ、近本一気にホームへ、タイガースようやく1点を返しました。大山タイムリーツーベースヒット、カープなおもピンチが続きます。アンダーソン降板、マウンドに上がったのは森浦、今日2番手としてマウンドに上がります。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました、初球打ち、あっと抜けた、センターバックホーム、タイガースさらに1点を返しました。ノーアウトランナー一塁三塁となりまして、北条背番号26、第9投げました、ストライク、第2球投げました、ストレートはボール、第3球を投げました、打ちました、1・2塁間への当たり、1塁送球、タイガース点差を5点に縮めました。右バッターボックスは8番長坂、今日はサードゴロとセカンドゴロ、投げました、インコース低め、外れてボール、第2球投げた、打ちました、第3球を投げた、インロー際どい球ボール、第4球を投げた、打った、引っ張った、ファール、第5球投げた、アウトコース低め、見逃し三振、ピンチヒッターは糸井に変わりまして、糸井背番号7、第9投げた、カーバーストライク、まずは入れてきました、第2球投げました、ボール低め、投げました、低めボール抜けました、第4球は直球決まってストライク、追い込んでから投げました、ボール、第6球を投げました、変化球見送ってフォアボール、この回2人目のフォアボールです。第9投げました、ボール、肩越しにランナー見た、打った、打ちました、セカンド正面、菊池ボールを取る、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。この回は上位打線から始まります。先頭バッターは島田、今日はここまで3打数ノーヒット2三振、投げた、打ちました、セカンドゴロ正面、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番近本、第9投げた、アウトローへストライク、第2球投げた、ボール、第3球を投げました、直球空振り、追い込んでいます、追い込んで第4球をストレート、空振り三振、ボール球で仕留めました。バッターは4番佐藤、第9投げました、インコース高め、ボール、第2球投げました、ストライク、インコース厳しいところ、投球は3球目、投げました、見送ってボール、第4球は打ちました、レフト前に出る、左中間のフライ掴んで、これで3アウトになります。森浦3人でピシャリと抑えています。8回の表が終わって8対3です。カープリードで迎える8回です。2アウトランナー1塁という場面で田中投げました、低め外れてボール、さあ次の投球、打った、痛烈な当たり、三遊間ライナー破った、田中ナイスバッティングです。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは大山、第9投げた、決まった、ストライク、第2球変化球アウトコースへ外れてボール、第3球を投げた、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、流し打ち、どうだ、抜けた、大山いいバッティングを見せました。森浦降板、右の松本、今日3番手としてマウンドに上がります。
タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球、初球空振り。第2球、ストレートはボール。第3球を投げた、打った、菊池掴んだ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。さあいよいよあと1人。第1球投げた、初球打ち引っ張った、切れていきます、ファール。第2球投げました、ボール、外角高め。第3球はボール。第4球を投げました、打った、田中ボールを掴んだ、一塁送球、アウト、ゲームセット。カープ見事勝利を収めました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。